電子投票とは、票を入れる行為を電子化した投票のこと、あるいはそのような投票を行うことを言う。投票所における投票で、電子機器を用いて行う投票のほか、インターネットなどのコンピュータネットワークを介しての投票などが含まれる。インターネット回線とスマートフォンを用いて自宅から投票を行う電子投票と言われるものには、以下のようなものがある。投票所で、 マークシートやパンチカードを用いて投票する。方法投票所で電子機器のタッチパネルや押しボタンを押して投票する。方法インターネットを用いて遠隔地から投票する方法また投票がなされる。対象に着目して公職に関わる選挙、株主総会など法律に沿った決議、指摘団体における内部規律方法としての決議、その他のアンケートなどに分類できる。 それぞれ記名投票であるかどうか、投票者が限定されているかどうかなどに違いがある。現在、日本の公職選挙で用いられることがある、電子投票は、上記の投票行為における電子投票だけであり、条例を定めた地方自治体の選挙において採用された例があった。これを規律する関連法規は、地方公共団体の議会の議員及び、 長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律である。日本における株主総会での議決権行使については2002年の商法改正によりインターネット投票を導入できるようになった。以下では公職選挙での投票行為に関する電子投票について説明する。2002年に電子投票の実験が行われ、 2005年の地方議会議員選挙において正式に電子投票が採用された。その後2007年の国会議員選挙ではインターネットを介した電子投票も実施され、さらには2009年6月の欧州議会議員選挙においてもインターネットを介した電子投票が実施されている。またインターネット投票の危険性として指摘されている投票の強要や買収に対する 安全弁として一度電子投票を行った場合でも投票受付期間中であれば投票を変更することも可能となっている。中央選挙管理委員会が1999年にボタン式の電子投票機を開発2001年にはタッチパネル式に改良した。ただし、この時点では電子機器を選挙に使用することに対する不信が強かった上、 与野党間でも対立があったため実用化には至らなかった。しかし2002年末に韓国政府が策定した E. コリアグローバルビジョン2006で電子的手段を通じた市民の政策決定過程への参加促進が掲げられ、その具体的手段として電子投票実現が明記されたことにより中央選挙管理委員会において電子投票システムの開発が進められ、 2005年12月に電子投票システムを独自に開発した。2006年以降、投票所での模擬投票、各政党の党首選挙や組合長選挙など500回以上の選挙で電子投票が行われたが、大統領選挙や総選挙では、時期焦燥として導入が見送られている。1974年に最初の直接記録電子投票機が採用され、 2000年アメリカ合衆国大統領選挙においてそれまで主流だったパンチカード方式による集計誤りが大きな問題となったことから電子投票の普及が大きく進んだが電子記録は改ざんやハッキングの危険性があることから2020年アメリカ合衆国大統領選挙においても24%の自治体が採用するに止まるそれ以外の自治体では マークシート式の辞書式投票用紙及び、アクセシビリティ向上のために投票用紙、マーキングデバイスと呼ばれる投票機が採用されており、ジョージア州など一部の自治体では障害の有無に、関わらず、すべての有権者が BMD を使用することができる。1994年の選挙において、有権者の一人が投票所より投票用紙を持ち帰り、特定候補に、お付け、 次の有権者がその用紙を投票し、また投票用紙を持ち帰る連鎖方式の違反事件があったことから、電子投票が導入され、国の一括発注によりすべての投票所で、電子投票が実施されている。その後、電子投票機に脆弱性があることが判明したことから憲法が改正され、電子投票とともに、紙の投票用紙が印刷されるハイブリッド方式となった。 アルゼンチンの地方選挙では2009年にサルタ州で導入された電子投票用紙が普及している。有権者が投票用紙を投票印刷機に挿入し、タッチパネルで候補者を決定すると投票用紙に内蔵されたフィドチップに投票が記録されるとともに、裏面には投票した候補者が印刷される。投票終了後はコンピューターでフィドチップの内容を読み取り、 約2時間後に暫定的な投票結果が公表される。その後1週間かけて印刷された内容を精査し、電子カウントの正確性を保証する。ベネズエラでは2004年から2017年までスマートマティック製の電子投票機を使用していた。有権者は画面に表示された候補者を選択し、画面上で確認後、投票するボタンを押すことでデジタルの投票を行い、 投票機から印刷された投票用紙を投票箱に投函する。投票時間終了後、各投票所においてランダムに選ばれた51%の投票箱を開封し、投票機が発行した投票証明書と称号を行う。問題がなければ、選挙管理委員会に投票証明書を送り集計を実施する。2017年、スマートマティック社は投票総数が 政府発表より少なくとも100万人少ないと指摘するも戦艦は水増しを否定。スマートマティック社はベネズエラから撤退した。2020年3月、投票機を保管していた倉庫が、ベネズエラ愛国先生を名乗る組織によって放火され、全体の99%に当たる5万台の投票機が破壊された。2020年10月、ベネズエラの中央戦艦に当たる、 全国選挙評議会は12月6日の議会選挙においてベネズエラ製の新型の電子投票機を導入することを発表。新型は以前と同様に電子投票に加えて紙の投票用紙を発行するハイブリッド方式となっている。1982年のケララ州選挙以来インド国内で設計、製造された電子投票機イベムが全土で使用されている。 他国の電子投票機とは異なりディスプレイやタッチパネルは使用せず投票ユニットに表記された候補者及びシンボルの横にある物理ボタンを押すことで投票を行う。電子投票機はスタンドアイロンのためネットワークを必要とせずまたアルカリ感電池によって稼働するため電源も不要となっている。投票内容は投票ユニットにケーブルで接続されたコントロールユニットに 電子的に記録されるほか、ベパッドによるバックパックが行われる。投票期間は39日間、100万箇所の投票所に設置される電子投票機の台数は400万台に及ぶが、開票は1日で終了する。また、選挙区ごとに5台の電子投票機において、ベパッドとの称号が行われる。ありがとうございます。